じゃあ今度、ツインビーダ、やりたいと思います。ゲームボーイ版の言うたらカラーになったバージョンってことですね。これは興味深いですね。ゲームボーイ版のツインビーダはね、僕過去に実況プレイやってるんで、だいぶ変わってる気がするな。だいぶリメイク版って感じですね。あれ、音が消えた。あ、いいのか。いいよね。敵をた、なんか倒すときの音とか鳴らないですね、効果音が。2連砲ですね。あー、これも取れなかった、今の。早いか。この一面のボスですね。弱っ。パワーアップが結構強かったからね。効果音がないですね、これね。なんでか知らないですけど。まあまあいいですけどね。これ、ポータブルパックシリーズって結構レアだった気がするんですけどね、PSP のね。ああ、やれた。パワーアップ取ったら音楽止まるんですよね。こんな面全然覚えてないな。ゲームボーイ版プレイしましたけど、あ、キャンディーや。3方向になるやつや。あ、そうそう。ね、この桃のマーク見たらね、AV の桃太郎映像出版の会社を思い出すんですよ。桃マークなんですよね、メーカー、イメージがね。メーカーというか、その会社の、その、桃太郎映像出版っていうね、AV の会社のね、マークがこの桃のマークなんで、桃を見たら僕ね、AV の桃太郎映像出版を思い出すんですよね。もう完全に職業病ですよ。その AV ショップで働いてましたから。はい。3年ぐらい AV ショップでね、働いてましたんでね。あ、やられた。全然覚えてないな。こんなボスいたっけな。これ多分リメイク版だから、ちょっと多少はゲームボーイのオリジナルよりもアレンジされてるかもしれませんね。まあ、ゲームボーイ版もそんな僕覚えてないですけどね。自分でプレイした実況プレイ自体もね。4年ぐらい前だと思うんで。効果音がないですね。あ、死んだ。
ゲームオーバーや。コンティニューできるんかい。ああ、コンティニューできないのか。あ、じゃあいいや。はい。終わりにしましょう、このゲームね。じゃあ戻りますね。あ、じゃあ。これ。リセットゲームじゃない、エグゼットゲームね。はい。